こんな感じです。今ねホロホロしてます。こんにちは、アジーンです。今回はこちらです。フライングダイガーのスティックのりでスライムが作れるかどうか実験していきたいと思います。ではこちらをカットしていきたいと思います。このパッケージを見た感じ、ちょっと今の段階では PVA とか PVP とか書かれてません。どっちなんだろう。早速実験したいと思います。かわいい、もうパッケージがねすごいかわいい。ではいつものように水を少しだけ加えたいと思います。どうかなこれ。では電子レンジで温めてきます。海苔が溶けました。さらに水を足します。少しだけ伸ばします。今の感じだといい感じなんですけどね。セリアの海苔みたいにすぐ乾かないタイプなので期待はできそう。どっちだろう。では放射いきます。どうだ。なるような、ならないような、どっちだろうこれは。なりそうな予感もするんですけど、どっちだろうなこれ。これは PVP だと思います。このスティックのりだとスライムにはならないので、今回はここから洗濯のりを混ぜてスライムにしていきたいと思います。セリアの洗濯のりを混ぜていきます。おお、なってきた、なってきた。スライムになりました。今回のスティックのりは PVP でしたね。いつもよりはちょっと固めですが、おお、お餅のような感じになってます。ちょっと硬いかな。やっぱりセリアのスティックのりの方が伸びがね全然違いますね。これは PVP なのでちょっといつもとは違った感じになってます。ではここにシェービングフォームを入れたいと思います。でトッピングをしていこうと思います。これね、固める前にシェービングフォーム混ぜてもいいですね。今日は逆になりますが、ふわふわのスライムにしたいと思います。
は PVP なので、いつもよりは固めのふわふわスライムになりました。でここからどうしよう。今回はこちらのスノーパウダーを使ってクラウドスライムにしていきたいと思います。これは Amazon で購入しました。前回もね動画で使ったことがあるんですが、これもなかなか良かったです。全然いつも使ってるのと変わりないです。こっちの方がね量が多いのかなね。これ2ガロンって書いてある。いつものは1袋1ガロンって書いてあった気がするので、これはね2ガロンになってます。すごいな、グレートフォースライムって書いてある。もうこうスライム作るためにこう売られてる感じですね。そうなんだ、ね、今もうなんかスライム作ってくださいみたいな感じでこの放射とかも箱売られてるじゃないですか。これも、ね、スライムのためのものですね。スノーパウダーを入れます。これねすごいたくさん量入ってて、さっきも言ったかこれさっきも言ったんですけど、すごいね量が入っててお得です。水をほんの少し、私は少しだけ水を混ぜて使ってます。スライムにちょっと少し色をつけたいと思います。アクリル絵の具で。もう少し濃くてもいいかな。ではこの中にスノーパウダーを混ぜます。お、来た。いい感じ。結構ね、ボロボロになってきました。おお、ホロホロになりました。ちょっと待って、見やすいかな。こんな感じです。今ね、ホロホロしてます。このねスノーパウダーもおすすめです。ホロホロになります。これだと Amazon で購入することができます。で今まで使ってたタイプも Amazon にもね売ってます。あとトイザラスの通販にもありますよ。うん、あったはず。トイザラスの通販でもお店に行けない方は購入できます。おお、ホロホロ。見やすいように段ボールを引いてみました。ちょっとねアップめにしますね。アップにしてどんな感じか。おお、見えますかね。こんな感じになります。ホロホロに。すごいすごい。これだったら見えるかな。こんな感じになってます。はい、では今回はこちらのフライングタイガーで購入したスティックのりでスライムが作れるかどうか検証してみました。これは PVA ではなく PVP なのかなだと思うのでちょっと固まらなかったんですが、洗濯のりを混ぜてスライムにしてみました。本日もご視聴ありがとうございました。